アブカマルはシリア東部のデディゾール県に属するユーフラテス川沿いの都市。イラクとの国境の間近にあり、人口は約6万4千人。イラク北西部からシリア北東部にかけて広がるジャズイーラ地方に属する。周囲はユーフラテス川が形成した過酷にある平野であり、西のシリア砂漠の大地とも、東のメソポタミア中央部の平原とも異なった地形である。 アブカマルの町はユーフラテスで二つに分かれており、西のレバント側はシャミーや、東のメソポタミア側はジャズイーラと呼ばれる。アブカマルは古くから穀物や免花栽培などの農業及び牧畜が盛んで、経済的に豊かな場所であり、アラブ人の農民やベドウィンの遊牧民が住んでいた。周囲には古代メソポタミアの都市国家マリの遺跡や、 ヘレニズム期から古代ローマ期にかけての都市遺跡ドゥーラ、エウロポスなどがある。オスマン帝国時代、アブカマルはトルコ語で軍の基地を意味するカシュラと呼ばれていた。アブカマルはこの周辺に住む部族がこの地方を呼んだ名前でカマールの父を意味する。古代ローマ時代、メソポタミアの一部であった。この地にはローマとインドを結ぶ重要な交易拠点ドゥーラ、エウロポスがあった。 パルミラ帝国のゼノビア女王は一時この町を征服した。イスラム帝国の初期、ジャズイーラ地方の行政中心地は、アルメニアの行政中心地を兼ねていた。元シリアの総督で、ウマイヤ朝を創始したムアービィアの時代、ジャズイーラ地方はシリア地方に含まれていた。17世紀、アブカマルはオスマン帝国の領土となり、アル,ルファを中心とするアル,ルファ習慣化の件の、 所在地となった。1921年、フランスは上流の都市デディゾールと共にアブカマルを占領し、イギリス移民統治下のイラクとの国境になったアブカマルに大きな基地を置いた。シリアイラク国境にあるという、この地の商業的、政治的重要性はイラク戦争後ますます重要になっている。アメリカ軍占領下のイラクに向かった民兵の多くは、 アブカマルの国境からイラクに出入りしている。2008年10月26日には、アメリカ軍がイラク領内からアブカマルへの越境作戦を行い、シリアにおけるアルカイダ幹部で、モースル出身のイラク人、アブーガディアフを殺害したとの報道がなされた。シリア側は死亡したのは全員一般市民で、死者は8人であるとしている。シリア内戦では、アイスセルの支配下に置かれ、 2016年6月28日から29日にかけてアメリカ軍の支援を受けた新シリア軍によりアルブー構成が完工されたが失敗に終わった。2017年11月8日、シリア政府軍と親政府の民兵組織が奪還。ありがとうございます。